私からはございませんのでお願いいたします。はい。NHK の古垣です。太平洋戦争中の徴用をめぐる裁判についていっております。韓国人やその遺族が過酷な労働を強いられたとして三菱重工業と日本製鉄に損害賠償を求めていた2つの裁判で、韓国の最高裁は先ほど上告を棄却し、企業側に賠償を命じる判決が確定しました。受け止めと韓国側に求めること、今後の対応をお聞きします。はい。本21日ですが、韓国大法院は三菱重工および日本製鉄に対します2件の訴訟について、損害賠償の支払い等を命じる判決を確定させたと承知をしております。このこれらの判決でございますが、日韓請求権協定第2条、これに明らかに反するものであり、極めて遺憾であり、断じて受け入れられません。この点については韓国側に抗議を行ったところでございます。一方で韓国政府としては、本年3月6日に発表した措置の中でですね、旧朝鮮半島出身労働者に関して、この現在継続中である他の訴訟が原告勝訴として確定する場合の判決金及び遅延利息、これにつきまして韓国の財団が支給をする予定である旨、すでに表明をしておると承知をしておりまして、それに沿って韓国政府が対応していくものというふうに考えております。はい。大発工業は第三者委員会が品質不正の報告、第三者委員会による品質不正の、報告書を公表し、それがすでに販売を終了したことも含め64車種に及ぶと明らかにしました。不正の内容も明らかに、新たに174件確認されました。政府としての所感を伺います。合わせて今朝から国交省が立ち入り検査に入りましたけれども、今後の政府対応と、大発側に求めることについてございます。はい。昨日、ダイハツ工業から国土交通省に対しまして、自動車の型式指定申請における不正行為につきまして、調査結果の報告があったというふうに承知をしております。この報告によりますと、もう同社が生産中のすべての車種および生産が終了した一部の車種についてですね、安全性能や環境性能を確認する試験において不正行為が行われていたということです。これは自動車ユーザーの信頼を損ない、また自動車認証制度、この根幹に関わる不正事案であり、極めて遺憾であります。国土交通省においては、ダイハツ工業から報告を受けた後、速やかに同社に対して国土交通省が基準適合性を確認するまで現行生産者の出荷を停止をすること、自動車ユーザーや関係する自動車メーカーへの丁寧な説明や対応に努めること、これを指示したというふうに聞いております。ダイハツ工業においては、まずは自動車ユーザー等に対する丁寧な説明に努めてもらいたいと考えております。また国土交通省においてですが、本日9時より道路運送車両法に基づきまして、ダイハツ工業本社に対する立ち入り検査を開始したものと承知しております。今後不正行為の事実確認等を踏まえて厳正に対処していくものと考えております。はい。朝日新聞の佐川です。日本学術会議の組織改編についてお尋ねします。会議のあり方を議論してきた有識者懇談会が、国の機関ではなく独立した法人とするよう求める中間報告をまとめる見通しです。先日の会見でも長官から言及がありましたが、学術会議の独立性の徹底が機能の強化につながると考える理由を伺います。また学術会議に求める役割も改めてお聞かせください。はい。この日本学術会議につきましては、松村大臣の下でですね、有識者懇談会において日本学術会議に求められる機能や、それにふさわしい組織形態の在り方について議論が行われているというふうに承知をしておりますので、その内容について私から予断を持ってコメントすることは差し控えたいと思います。先日の会見で申し上げました内閣府の案でありますが、仮に法人化するとした場合の案として懇談会に示されたものと、そういうふうに承知をしております。またその内容はこれまでの有識者懇談会の議論を踏まえて、
日本学術会議のですね、独立性、これを徹底することにより、その機能を強化する趣旨のものであると、そういうふうに聞いております。いずれにしても、詳細についてはですね、内閣府にお尋ねをいただきたいというふうに考えております。はい。読売新聞の岡部です。話題は徴用工問題に戻ります。徴用工問題に先ほど長官の韓国政府の解決策にも言及されましたが、この解決策については一部の韓国側の原告が反対を続けています。韓国の裁判所では反対する原告の主張を認めて、韓国政府による供託を退ける判断が相次いでいますが、このままですと反対する原告による日本企業の資産の現金化を避けられないというリスクが残っていますが、日本政府としてこの現金化のリスクについてどのようにお考えでしょうか。はい、韓国政府が実施するこの措置の見通しについてですね、日本政府としてお答えすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、韓国政府はですね、今後も原告の理解を得るべくですね、最大限の努力、これを続けていく、傾けていくとしているというふうに承知をしているところでございます。後ろの、ジャパンタイムズの新橋です。政治資金規正法の、改正についてお聞きします。岸田総理が18日、改正の必要性について、その選択肢も、決して否定するものではないとおっしゃいましたが、これまで政府は政治資金規正法が、政党政治団体の政治活動の自由と密接に関連をしているので、各党各会派において議論を行うべきだと主張し、慎重な姿勢を示しました。与野党から改正論が上がる中、改正の、議論における政府の立場を改めてお聞かせください。はい、政治資金規正法でございますが、この昭和23年に議員立法により制定され、その後公正な政治活動を担保するために、これまで国会における各党会か各会派のさまざまな議論を経て、数字のですね、改正、これが行われてきたというふうに承知をしております。この政治資金に関するルールでございますが、政党政治団体の政治活動の自由、これと密接に関連をしておることから、各政治団体において精査する中でですね、この原因や課題が明らかになってくれば、これを踏まえて、自民党を含めて各党各会派によってですね、ご議論いただくべきものと、そういうふうに考えております。はい、共同通信社からです。話題があります。北朝鮮の金正恩朝鮮労働党書記長が先日発射した ICBM の発射機体を撃墜し、敵が核で挑発してくるときは核攻撃も辞さないとの政府方針が明確になったと述べました。日本政府としての受け止めと安保理を含めたこの対応について伺います。はい、ご指摘の報道をこれは承知をしております。この北朝鮮の動向ですが、平素から重大な関心を持ってですね、情報収集分析に努めておるところでございますが、その一つ一つについてコメントするということは差し控えたいと思います。このいずれにしても、この北朝鮮による弾道ミサイル等の発射、これは我が国の安全保障にとって重大かつ差し迫った脅威であるとともに、地域および国際社会の平和と安全を脅かすものでありまして、断じて容認できません。この現地時間の19日ですが、日米韓等の要請によって国連安保理の公開会合が開催をされております。ここでですね、日本を含む多数の理事国が ICBM 級弾道ミサイル発射を含めて、北朝鮮による度重なる挑発活動、また安保理決議違反、これを非難したこと、そしてこれに加えまして、19日にはですね、 G7 外相声明、そして今日21日にはですね、日米韓外相共同声明、これが発出されまして、北朝鮮による ICBM 級弾道ミサイルの発射と強く非難をいたしました。今後とも我が国は安保理理事国としてですね、米国、韓国、G7 をはじめとする国際社会とも協力しながら、関連する国連安保理決議の完全な履行、これを進めまして、北朝鮮の核弾道ミサイル計画の完全な廃棄、これを求めていきたいと考えております。じゃあ後ろの方。ラジオ日本の伊藤と申します。よろしくお願いします。政治とお金の問題についてお尋ねします。政党交付金以外のですね、政治資金を禁止すべきという意見もありますが、政治資金の在り方について官房長官のお考えを聞かせてください。はい、先ほどもお答えしたことと繰り返しになるかもしれませんが、この政治資金規正法、
これは議員立法で昭和23年に制定されております。まあ、その後もですね、公正な政治活動を担保するために、これまで、もう国会によってですね、国会における各党、各会派、さまざまな議論を経て、数字の改正が行われてきていると、まあ、承知をしております。このルールですが、やはり政党政治団体の政治活動の自由と密接に関連しております。したがって各政治団体において精査をする中でですね、原因や課題明らかになってきますと、これを踏まえて自民党を含めて各党各会派によってご議論いただきたいと、ご議論いただくべきものと考えております。NHK の古垣です。話題変わりまして、防衛装備品の輸出ルールの見直しについて伺います。政府は昨日の自民党の会合で、他国と共同開発した装備品の第三国への輸出について、来年の2月末までに与党として結論を出すよう求めたとのことです。事実関係とこうした輸出の意義についての見解、今後の政府対応。はい。防衛装備点に関わる与党ワーキングチーム、この提言でですね、国際共同開発と生産における第三国への製品の直接移転のあり方について、まあ、政府からですね、結論を得るべき時期について提示された後にですね、議論を再開すると、こういうふうにされております。この点、岸田総理からもですね、与党ワーキングチームに対しまして、政府として早急に対応を決定しお示ししたいと、こういうふうに述べていたところ、政府としては現在、次期戦闘機の日英伊共同開発、これ進めておりまして、来年3月にですね、開発担当企業間で事業体制、これ基本合意をされまして、役割分担に関わる協議が本格化すると、こういう中で、こうしたプロセスを踏まえて、結論を得るべき時期として、2月末、これを与党に対してお示しをしたところでございます。防衛装備品の海外移転、これは力による一方的な現状変更を抑止をし、望ましい安全保障環境の創出のため、大変重要なこの政策的手段であります。特に我が国防衛にとって極めて重要な次期戦闘機にかかる議論が本格化する中で、年明け早々に政府与党一体となってですね、議論を進めていきたいと考えております。よろしいですか。ありがとうございます。はい。